ケツです。ルーザーピアノ初級 D メロ動画の今日は6になります。小節で言うと13、14ですね。右手左手両手で合わせる練習していきます。でこの D メロの1小節目から今日練習するパートまで一度弾いてみます。早速説明していきます。まず右手からいきます。13小節はこれまでやってきたですね、最初の部分と全く一緒です。はい、では次ですね。次に4番の薬指でまたソです。前回のですね、12小節とちょっと似てるんですけども、ソまで飛んでソソソですね。そして2、3でミファのシャープ、そして4番の薬指でソを4回ですね。ソー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 となります。14小節いきますね。こうです。もう一度いきます。はい、ではこの右手だけゆっくり3回練習してみましょう。左手はもうこれまでと全く一緒です。はい、では両手で合わせていく練習です。まず13小節目はこれまでと一緒です。はい、ここまでは一緒ですね。では次です。次に、左手はミから始まりますよね。これ右手は4番でソです。では次ですね。右手はまたソー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 、左手は5番でソーですね。こうなります。こうですね。左手が5番のミのところからいきますね。こうです。もう一度いきます。ではここでのポイントですが、この D メロのですねパートはすごく長いと思います。頭がですねごちゃごちゃにならないように、あんまり焦らずに先々とですね、練習していかないように注意してください。ではゆっくり3回練習してみましょう。
今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。分かりにくかった、うまく弾けなかったという方はバッドボタンで教えてください。弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。